砲撃ちよ。お前の名は何て言うんだ。領事って言ってくれ。ただの鉄砲撃ちにしては筋が良すぎる。勝負はついたらしいな。何でだ。そこのお兄さん、ちょっと村まで来てもらいたい。保安官傷害容疑だ。おい、妙な言い掛かりやめてくれ。こいつが証拠だ。おお、こいつはこの間から見ねえ見ねえと思ってたわ。きっと俺たちに罪をなすりつけようとしたやつが盗んでやった仕業に違えねえな。試合明かせないで来るんだ。首飾りを知らないとは言わせない。よく見ろ。日本アルプスでてめえたちに恥ずかしめられ殺された女の首飾りだ。てめえたちを探してどれだけ山という山を歩き回ったか。おめえだけじゃねえさ。登れちゃいけねえ。やめて。どっちが勝っても人殺しには変わりないわ。マダム、マダム、マダム。痛い。真珠のネックレス置いてったとこ思い出したんだよ。だって手慣れたてめえの鉄砲の方がよっぽどマシだ。妙なところに預けてあるのさ。じゃあ大事にしろよ。領事さん。鈴子、余計な真似するな。兄さんの思い過ごしよ。